溺れたのか。おい、大丈夫か。まだ生きてるけど、どうすりゃいいんだよ。そうだ、人工呼吸だ。かわいい女の子だな。何もしてなく。もう最悪、魔導士と変な人に連続で襲われるなんて。泳げない兄を海に突き落とす妹も相当最悪だと思うけどな。しなかったら絶対に捕まってたよ。次はきっと逃げられない。早くゼクスさんを見つけなきゃ。少し前にこの辺りにいたって彼女が言ってる。ゼクス、君たちもじいちゃんを訪ねてきたの？知ってるの？相馬使いのゼクスさんだよ。あ、おう、俺のじいちゃん。家はすぐそこです。本当？あの家ね。ありがとう。君、本当の本当に何もしてないよね。してない、してないです。言っとくがな、うちの妹に手出したら殺すからな。俺は本当に無実だってば。